안녕하세요미선입니다今日は今日は何をするかって言ったら久しぶりにインスタで質問募集して質問答えながらご飯も軽く食べていこうみたいな感じで今日はそんな動画をやっていきたいと思います。この服なんかあんまり可愛くないな、こうやって見たらなんか横棒しかない、まあ、他に何を求めてこの服を買ったんって逆に聞きたいんですけど、最近ハマっている食べ物は何ですか。この間の動画でもちらって言ったんやけどサラダハマっとんよ。そしたらサラダの作り方教えてみたいな感じでよく聞かれるので早速サラダを作っていきたいと思います。じゃん。このサラダが今日食べたかったけど食べるためだけに質問を悪用しました。これ最近買った無印のお皿みたいな、これでサラダ食べたらマジでより美味しく感じる。これを破って入れるだけ。はい、次の質問、ダダン。次韓国行く予定はありますか。あ、でもね6月1回行きたいなと思ったら、でもさ今ってもういつでも行けるやん、やけどどうしようかなみたいな。そしたらこうなこれとかも全然こうやってぶち込んでいくだけ次、韓国語勉強方法。一番いいのはもう現地に住む、留学が一番いいんやけど、まあそうやってさ簡単にできるものじゃないやん。そしたら普通にCM とかでもみんな見たことあるかな、デュオリンゴ、こう貼っとくわ。韓国語勉強アプリみたいな、過去にも2回ぐらい紹介したことあるかな。普通にいいよ。トマト洗います。ポポポポって適当に散らばして、でね、私が最近ハマってるアボカドでございます。これちょっと柔らかいの買いすぎたかもしれん。私ねマジでアボカドを買うセンスがなさすぎて、一応ねみんなから聞いたよ、なんか緑のアボカドは買ったらダメよミサちゃんみたいな、やけん黒いのを選んだよね。でもこの間柔らかすぎたらぐじぐじやし、で頑張って買ったらカチカチみたいな、これ石食べろって言うわけやみたいな感じのやつもあったけど、今回はさてどうなるでことでしょうっていう感じで切っていきたいと思います。初めて韓国行くんですけど、韓国語を話せなくても旅行を楽しむことできますか。まあ正直ね言語わからなくても雰囲気とかで楽しいと思うけど、まあ行くならちょっとでも分かっとる方がそれスムーズに行くよねみたいな。これどうやろう、ちょっと気が張るかな、ちょっと気張るんかもしれない気張るかも、こんなに気張るんだけど、これで大体これアボカドの半分を入れるんやけど、これいけるだろうか、どうやろう、ちょっと気張るのよね、ちょっと気張るんだよね。行くなら行く얼마예요とか、今花주세요とか、パチャチロオディエよみたいな簡単な言葉だけ知ってるだけでもだいぶね、あ、黒いわこれ、ちょっとやめとく、やめとこう、これが私の人生の中での最後の動画とか、ちょっと嫌やけんちょっと違うやつにするわ、匂いも危ないかも。まあ、でもこの間ベトナム行ったけど、私マジベトナム何もわからん状態やったけど、くっそーと楽しかったけん。みさちゃんは主にどういう系のお仕事をされているんですか。あ、主に吸引系のお仕事をさせていただいてます。まあ、たまにまあ他の今日みたいにサラダ系の仕事もさせてもらってるんですけど、まあ、基本的に吸引を主にしている感じですね。いやこれ柔らかすぎて全然なんかもう切るとかじゃなくてぐじぐじになるんやけど、これいけるかな、やばいかな、やめとこう、今日アボカドなしねはぁ、ツナ、みそちゃんの MBTI が知りたいです。私は INTPT 一個多いみたいな、なんか INTP1000T。そこツナのこれ多いですけど。言ったら陰キャみたいな。引きこもりで、そんなに人に心を開かないよみたいな。まあ間違ってはないかもしれない。ここにツナをいっぱい入れたら、ツナサラダ入れるだけめっちゃ美味しいね。こんな感じ。そしたら、ここに、最近私がハマっとるね。もうこれ2本目。これ多分一挙で終わるけん。このドレッシング。なんか野菜とか食べるときに、それは太るドレッシングとか、これはカロリー高いのやめとった方がいいですよって言われるんやけど、別になんかもう、汁ごときで太らんけんって思うわけ。多分もうドレッシングで太る人は他に、私みたいに他でなんかいろんな過剰摂取しとるけん。正直ね、ドレッシングとか、それはあまりカロリー気にせん。もう、汁でなんか太らん。できましたー、みそちゃん特製マイナスアボカド、アボカド抜きの最近私がハマっとるサラダです。今日はこれを食べていきたいと思います。いただきます。ちょっと低いな、アマゾンの箱とか。いやおーおーい、ゴージャレスのよー。あ、でもアボカドちょっと残念だったな。またちっちゃい時アボカド嫌いだったのに、大人になったら成長してたのかな。あと、アップルパイもちっちゃい時大嫌いだったのに、最近アップルパイめっちゃ好き。なんかスーパーとか行ったら買ってしまう。いただきます。うまい、ドレッシングは最高。今日はちょっとぶりっこして量これだけやけど、いつもマジてんこ盛りみたいなの作ってそれを一人で食べよる。あ、これ多かったですね。みそちゃんの最近の恋愛事情、恋愛事情の前に水で口をゼロにします。あ、ね、ちょっとさ、みんなにマジで聞いてほしい話があるわけ。恋愛事情というか、まあ、恋愛事情なんかな、久しぶりにやらかしたというか、すごいマジでやらかしたというか、私が悪いんか分からんけども、いろんなことが重なった出来事があって、マジで聞いて。あのね、不倫をしてると間違われましたしかも芸人さん、
かも超有名芸人さん、おみそちゃんって誰々と不倫しますかみたいな。ちょっとこれはマジで話聞いてほしいんやけど、この間韓国行っとって、一人でね、金浦空港から帰りますみたいな感じでね、金浦行かないかみたいな感じで金浦行きよったら、金浦みたいな感じで金浦って行きよったら、韓国行きとか韓国から帰ってくる飛行機って韓国好きな人が多いけん、結構私のことをねすごいありがたくて知ってくれとる人が多いわけ。でもマスクとか帽子が私あのキャリーに入れとるまま行ってしまって、でもなんかさすがにちょっとマスクぐらいはしたいなと思ってさ、もう韓国で遊びすぎても顔がみたいな、なんかもうほぼラーメンみたいな顔しとったけんね、あちょっとやばいちょっとはずいと思って、マスクぐらいないかなと思ってポケット探したら奇跡的にマスクが1枚あったわけ。だけどあこうマスクして、あこれでまあより、まあ、ラーメンから人間にちょっとは慣れたかなと思ってこうおったわけ。ほんだら結構ね日本人の方が多くて、ゲートの目の前にその日本人の方がブワーって固まっとったんね。だけどちょっとはずいし離れたとこ座ろうと思ってね、ちょっと離れたところの椅子に座ろうとしたんね。ほしたらそこにもう明らかに誰がどう見てもある芸人さんがおったわけ。これはちょっと名前出したらお相手にちょっと迷惑かかると思って言わんのやけど、もう明らかあの人だろうなっていう人がちょこんって座っとったね。やけ私もちょっとスパンって離れて座っとったよね。やけ言うたらこうみんなが固まっとって、ちょっと離れたところに二人がこうやって座っとるみたいな感じだったね。で普通にまあ私もまだかな、飛行機まだかなみたいな感じで待っちょって、そしたらあの飛行機ってさ入る順番あるやん。ゲート4の人の番です、ゲート3の人の番ですみたいな感じで、そしてゲート4ですって言われたけんね、私もあ行こうと思ってちょこちょこって歩きよったら、その人も全く一緒の侵入番号だったわけ。そしたらその人がパーって私のこと抜かしてきて、私がこうついていくみたいな感じだったね。そのまま二人でその並んだわけで、飛行機入る時ってパスポート見せるやんか、こうパスポート見せてくださいって言われてパスポート見せてこう入るみたいな感じだったんやけど、その人が韓国語わからんやんか、よっこんぽよちせいよーってあのパスポート見せてくださいって言われた時にえみたいな感じでこうみたいな感じでテンパっとって、でその人の後ろに私がおって、そしたらその韓国のその CA さんみたいな人が、あじゃあもう次の人みたいな感じでその人ほっといてこう私を呼んだわけ。そしたらどういう状況が起きとるかって言ったら、 CA さんの前にその芸人さんと私が二人が並んでこう手続きをしよるみたいな状態になってるわけ。その時にここに日本人の女性の方がブワーっておって、えあれみそちゃんじゃないって言って、ある一人の子が気づいてくれたね、本当にありがとうございますなんですけど、でその女の子があみそちゃんって見て隣見てみたいな、で周りの女の子にえみたいな、みたいな感じになっとって、え違う違うとか思いながら私はあーみたいな感じでこうみたいな感じやりよったわけ。しかもね、何がリアルってその芸人さんがマジで帽子にマスクだって、でも誰でもわかる、もうあの人はもうそういうもうシルエットで絶対わかるもんね、え誰やみたいな感じで、えめっちゃはずとか思いながら、まあいいや、まあ勘違いやしこんなこともあるだろうと思って飛行機にこうやって乗ってったね。その時にもうすでに座っとるお客さんとかが、私がこう飛行機の中乗っていって言ったら、えみそちゃんみたいな感じですごい気づいてくれたよね。ほんだらえみたいなのが聞こえて、え何かなって思ったら、その芸人さんが私のもうすぐ後ろに乗ったわけ。やけ言うたらみそちゃんと芸人さんが2人でこう入ってきたみたいな、やばいこうはずいってと思って、そしたらね、なんと席の隣だったんよ。はいアウト、やばくない、もう黒やん、真っ黒やん。でしかもね、その人がもうね既婚者、もう不倫やん、子供います、愛護中の愛護ですね。で飛行機でちょっとえみたいな、みそちゃんとえみたいな。で私もう本当にマジで恥ずかしくて、ずっと顔下にしょって、で芸人さんもめっちゃ顔下にしょって、でお互いさ知らんけんさ、隣に座っても全く話さんわけ。それがまたなんか逆にリアルなんよ。周りがめっちゃ気づいてくれてるけん、なんか逆にもう二人が気使って、みんなに気づかれてるけん気使って話さんみたいな感じで、もすごいリアルで、私マジどうしようみたいな、これ絶対不倫って思われてるよねみたいな感じで、まあ今思ったらちょっとおもろいんやけど、ほんでもう飛行機降りて荷物取りに行って、もうその時はもうさすがにもう別で行こうと思って、ブワンってもう一人行動して家着いて、もう早速 DM を確認したわけよ。ほしたらやっぱり来てました、何件か。みそちゃん今日ダルダルと飛行機乗せてましたよねみたいな。え、みそちゃんって、てんてんてんみたいな。違うけんね、みそちゃん彼氏もらんのに不倫なんかする余裕ないけんね。本当に愛護すぎたよね。本当みそちゃんの恋愛事情、その話ぐらいしかないぐらい、なんもないのに不倫なんか私も、しかも、本当に。で、この間友達ん家でご飯食べよって、パッとその人がテレビに映ったわけ。そしたらもうその友達とかも、その芸人さん見て笑えるわけ。そしたら私もなんか元カレ見よるみたいな感じで、あ、出とんねみたいな。あいつ出とんねみたいな。みたいな感じのさ、顔してしまってさ。いや、マジで、いろいろ重なりすぎて、本当に不倫してないよっていうことを伝えたかった。いや、その芸人さんが韓国語わからんくて、こういう事件が起きてしまったんですけど、韓国行くなら、ちょっとでも韓国語は勉強しとった方がいいなって思うんやけど、最初に言ったデュオリンゴなんやけど、これすごい過去2回ぐらい YouTube でも紹介してんやけど、これ何かって言ったら、ゲーム感覚で韓国語が勉強できる語学アプリなんやけど、これ本当におすすめで、しかも無料なんや。無料。スマホ1個で、リーディング、ライティング、リスニング、
あと何杉、バラギが学べるよみたいな感じのやつなんね。で、デュオリンゴのいいところってガチガチの勉強アプリっていうよりかは割と遊び感覚でできるし、気楽に始めれるし、例えばゴロゴロしながらこうやって携帯いじるだけでも、空いた時間とか電車とかでも推しのチッケもあるやん。私よく見るんやけど、推しのチッケもいる感覚でデュオリンゴこうやって勉強もできるし、楽しく学べるけんマジでおすすめ。実際にどんな感じかちょっと見せるね。パンってデュオリンゴ開いたら、こんな感じで、道を尋ねる時の表現とか、韓流について話す表現とか、場面によっても学習できるし、レベルによっても勉強できるよね。これが一番最初、一番レベル1ぐらいで、で、これからレベル4。だけど自分のレベルに合った韓国語を勉強して選べるよ、みたいな感じだよね。じゃあこの実際にレベル4の韓流について話すっていう、ちょっと実際にやってみるわ。スタート。特にの意味を選んでください。テキ。ドラン正解みたいな感じで進んでいくんやけど、これいいのが単語を押したら発音を何回も聞き直すことができるわけ。저거는어때요저거는어때요みたいな感じやけん、発音も綺麗になると思う。저거는어때요あれはどうですかみたいな。はい、これなんていうの、最初こうやってこう単語も覚えれるし、チェシ。네모든일이잘되고있어リスニングもできる。네모든일이잘되고있어はい、모든일이すべてのことが잘되고있어요うまくでいます엄마공은세탁기를돌려요お母さんクマは洗濯機を回します。こんな感じで楽に楽しみながら勉強できるし、あとね、生きた韓国語を学べるんよね。なんか留学のいいところって本で勉強するより本当に生きた韓国語を使ったりするけん上手になると思っとって、デュオリンゴは発音も聞けるし、例文がガチガチしすぎてない、本当にもう習ったらすぐ使えるみたいな感じの例文が多いけん。んでさ、この間私ベトナム行った時に、私自分の英語能力が全くもう皆無すぎてマジで愛語だったんね。で、デュオリンゴって韓国語の他にも英語とか中国語とかフランス語も勉強できて、なんと世界で一番使われよる勉強アプリやけん、マジで使ってみる価値はあると思うけん、ぜひ皆さん使ってみてください。外国語って韓国語もそうやし、勉強しようって思ったのが何より続けることがすごい大事だと思っとって、デュオリンゴは続けやすいと思うけん、ぜひ韓国語勉強したいという人は使ってみてください。では質問に戻っていきたいと思います。来月ソウルに初めて旅行行くんですけど、ここは絶対行ってほしいっていうご飯屋さんありますか？初めての韓国か。初めての韓国だったらミョンドンの屋台、あそこまあ別にめっちゃ美味しいとかじゃないけど雰囲気がいい韓国来たっていう雰囲気があるけん。まあ、でも、味も、それより美味しくて、雰囲気楽しめるって言ったら、カンジャン市場？広い蔵市場みたいなのあるんやけど、あそこは本当にめっちゃ韓国っていう雰囲気やし、あそこは絶対行ってみていいと思う。私も動画出してるけん、よかったら見てみてください。で、ご飯屋さんって言ったら、やっぱね、ジャージャー麺はぜひ吸引してもらいたい。日本のジャージャー麺のお店あるけど、やっぱりね、本場が最強やけん、ぜひ本場吸引やってほしいけん、ここの店、ここ、マジで動画でも紹介しないけど、本当に美味しいし、韓国の友達とかも、あ、そこ美味しいよねみたいな、あんたよう知っとるねって言われたぐらい美味しいけん、ぜひここおすすめです。買い物だったら動画でもめっちゃ紹介しとるドヒョンデかな。ドヒョンデ行ったら最近の有名とか人気のやつがバッと集まっとるし、買い物しやすいと思う。ドヒョンデマジでいい。みそちゃんのストレス発散方法はないですか？もうこれは暴飲暴食しかありません。ストレス発散方法で運動とかゲームとかいう人マジでかっこいいと思う。私小学生の時からずっと思ったよ。なんか皆さんのストレス発症方法は何ですかみたいな、ストレス発症したいかも、発散方法は何ですかみたいな時、みんなはなんか、私はバレーを打つことです、バレーのアタックを決めるためにストレスがこうなくなりますみたいな。私マジでストレス発散なんか食べるしかないんやけどみたいな。これね、なんかマツコオンにもテレビで言った、日常が安定してない人、他のところで欲が満たされてない人は食欲に行きがちみたいな。うんうん、嫌なことあったり、ストレス発症するときは、大体食べることが多いかな。次。何これ？え、てかさ、インスタの質問、最近なんかこんな画像とかも送られるようになったよね。なんで私、サラダ食べるのに、煽りですか？煽ってきてますか？そのラーメン美味しいよね、わかる。おすすめのラーメンはっていう質問も多かったんやけど、この間ちょうど、のぐりを食べた動画を出したんね。のぐりが久しぶりに美味しく感じて、のぐりって、まあ、のぐり、のぐりやな、みたいな感じだったけど、のぐりみたいな。こんなにのぐりって美味しかったっけと思ったけん、ちょっとみんなまたのぐり食べてみて。彼氏がどうしても欲しいです。彼氏ができる方法を教えて欲しいです。私が聞きたいわ。はい、今日はこんな感じでサラダをもぐもぐ、もぐみょんさ。皆さんがくれた質問も返したんですけど、どうだったかでしょうか。ちょっと余ってるけん、これゆっくり食べていくわ。あとね、冷蔵庫にね、ゴーヤチャンプルあるんよ。最近大好き。ゴーヤチャンプルちょっと食べながらね、ゆっくり時間を過ごしますね。インスタのさ、質問くれとるやつ見よったら、他にもいっぱい質問送ってくれとる人おったけんさ、これとはまた別にさ、撮るのもいいかな、みたいな感じで考えようんやけど、あほよ、あと、最後に、デュオリンゴ今日紹介したんやけど、デュオリンゴ気になるよって人は概要欄に URL 貼っとくので、ぜひチェックしてみてください。
韓国旅行行くっていう人とかはちょっと勉強しとくだけでも韓国旅行のレベルが上がっていくと思うのでぜひおすすめです。今日も動画見ていただきありがとうございました。このサラダマジで簡単やけん皆さんも作ってみてください。次はアボカド頑張ります。以上アボカドみそちゃんでした。バイバーイ。キンパそこでね、あれめっちゃ可愛い、ちょっと見せる。キンパについてのね、質問も多かったよね。キンパちゃんとの出会いを聞きたいですみたいな。キンパとの出会いはパッて見た時に一人めっちゃタオルに腰ガンガン振りよったんよ。もうそれ見て大好きと思ってキンパにしました。だん寝てます。おやすみ。